ヘビヘビヘビ。じゃーん。噛まれたらヤバそう。お疲れ様です。坂切光です。今日はですね、1日で爬虫類両生類何匹取れるのかっていうのをこちらの爬虫類 YouTuber の農家さんと一緒にやっていこうと思います。こんにちは、農家です。よろしくお願いします。お願いします。ということでやってまいりました。1日で何種類爬虫類両生類取れるのかやっていきたいと思います。で、一応ルールとしてはカメラで写すことができたらカウントしていいってことにします。じゃあまずはカネがたくさんいる池があるんですけど、そっちの方から見ていきたいと思います。おー、早速すごいカネがたくさんいます。4匹、これ全部ミシシッピ赤耳ガメですね。こっちも2匹、仲良く日光浴してます。こっちにもいますね。この池は本州に生息するカメ全部見れるんですけど、大半がこのミシシッピアカミミガメですね。マジで増えまくってます。しかもでかい。こっちにも泳いでるやつがいます。こいつだけクサガメ、ちゃんと離れてる。そう、一匹だけね。これ体黒いからオスです。つぶつぶ、めっちゃ綺麗。もう一匹クサガメがいます。こいつはメスだな。結構いいサイズです。スッポン、スッポンいた。陸地上がってる。すごない？でかっ。これでかっ。噛まれたらヤバそう。うわー、がっつりとこうやって陸地上がってるの初めて見ました。これでかいな、マジで。あとやっぱ甲羅が他のカメと違います。待って、あそこにもいる。これ赤耳ガメがいるなと思ったら、これ一番左見てください。ほら、これもスッポンですね。まばたきしてる。かわいい。よし、じゃあ次は森の中探しましょう。ヘビとかトカゲとかが結構こういう石の多いとことかには生息してることがあるんで探します。カナヘビ、あんま大きくないな。日光浴中です。またカナヘビです。なんか結構色が明るいですね、このカナヘビ。日光浴中です。こいつは日本トカゲですね。日本トカゲ。あ、もう尻尾が全然ない。やっぱ早いな、日本トカゲ。なかなか道具なしでは取れないぐらい素早いです。ほら、すごい活発に動き回ってます。ヘビ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 、いた。アオダイショウです。まあそんなに正直珍しいヘビではないんですけど、見れました。やっぱアオダイショウは顔が優しいな。シマヘビとか結構人殺しみたいな目してるけど、アオダイショウは優しい目。きれい。ほら、かわいい。ほう、本当だ。めっちゃかわいい。お腹が。どうだ。あ、ムカデムカデ。あー、ほんまや。これはハサミムシみたいな。ハサミムシ。石の板みたいなのひっくり返したらムカデ出てきました。これアオズムカですね。トビズムカデに結構似てるんだけど、トビズムカデよりは若干ちっちゃくて頭が黒いのが特徴です。なんか農家さんがトンボ取ってきました。じゃーん、かわいい。綺麗ですよね、このトンボ。止まってんの捕まえちゃいました。一発で。待って、トンボハンター。トンボハンターじゃないですか。カートンボハンターです。かわいい。おお、こんなとこにカエルがいます。アマガエル。石垣の隙間に挟まってこれ休んでんのかな。カエルはそろそろ田んぼに水が入るんで、田んぼ行けば鳴き声とかも聞こえるようになると思います。またトカゲがいます。ちょっと中入っちゃってるんですけど、ほら、日本トカゲ。ちょっと警戒心強くて出てきてくれないですね。
めっちゃなんか眠そう。いやなかなかヘビいないですね。あとトカゲもあんまいません。3月とか4月はあんなに日本トカゲいたのに、この時期になると繁殖期終わっちゃったのか全然いないですね。ここ結構水も流れてていい感じなんだけど、どうかな。おお、トカゲいた。日本トカゲ、あ、この時期にしては珍しくちゃんと尻尾生えてますね。結構繁殖期のオスは喧嘩とかよくするから尻尾ないやつ多いんだけど、こいつはちゃんと生えてます。こいつもオスですね。婚姻色出てます。全然逃げないな。トノサマガエルだ。ほら水の中にいます。でこっちにもいるんだよな。ほらこれもトノサマガエル。こいつちょっと違う種類かな。これ多分ツチガエルだな。綺麗その画像。今水の中にいたやつツチガエルでした。背中のイボイボ模様が特徴的です。さあだいぶ夕方になってきて日が落ちてきました。ちょっと気温も下がってきたんですけど、まだまだ頑張ります。いや、もう一種類ぐらいヘビ見たいところですね。はい、夜になりました。このね、田んぼの方来てるんですけど、まずここイモリがいっぱいいます。これ赤原イモリですね。赤原イモリ、ちょうどこの時期繁殖期だからいっぱい見れます。ここはイモリとツチガエルだ。ほら、お、シュレーゲルはどこだ。シュレーゲル鳴いてますね。やっぱり水辺にはカエルが来てます。ちょうどこれ今鳴いてたんだけど、近づいたら鳴き止んじゃいました。あー、しぼんだ。トノサマガエルも来てます。なかなかいいサイズです。いや、カエルの鳴いてる姿観察したいですね。結構夜だと観察できるんだけど、ちょっと鳴いてるやつ探すか。こんだけ鳴いてるからね。ここすごいよ、みんな。ほら、めっちゃ交尾してます。2ペアプラスツチガエルちっちゃいやつと、あともう一匹トノサマガエルもいる。左にもいる。左、こういう行き過ぎだろこれ。ちょっとなんかオス泣いてる。泣いてる。交尾してます。交尾、トノサマガエルが。今日交尾取りすぎちゃいます。確かに。でもしょうがないですよ、春なんで。確かに。あら、あー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 あそれは面白い。あ、めっちゃ頑張ってる。やっぱ夜はカエルですね。トノサマガエルがとにかく多いです。いや、結構田んぼの方だとアマガエルと、あとトノサマガエル、シュレーゲルアオガエル鳴いてるんだけど、シュレーゲル見つかんないです。あとヘビもそれ狙ってきてないかなと思って今農家さんと探してるんですけど、いないっすね。いないですね。ヘビがヘビがいない、マジで。ちょっと正直寒、気温も下がってきて寒くなってきました。全然アウター欲しいですね。アウターおうおう、モリアオガエルいました。結構なんか暗い色してるモリアオガエルです。おうおう、モリアはこれから繁殖期なんで、もうちょっとしたら産卵とか見れますね。かわいい。いや、日ばかりとかいないかな。 あ、イモリ、イモリがいるな。あ、イモリいますね、普通に。ね、何匹かお食事。うん、イモリはいるけどヘビがいねえ。あ、イモリいる。イモリが張り付いてる。ほら、本当や、ちょっと大きい、ちょっと大きめ。すごいお腹やな、このイモリ。多分卵持ってると思います。爆発しそうなぐらい膨らんでる。
はい、というわけで今回は1日で、何種類の爬虫類両生類取れるのかやったんですけど、結局、青大将、カナヘビ、ニホントカゲ、アマガエル、ツチガエル、モリアオガエル、トノサマガエル、あとアカハライモリ、でカメが、ミシシッピアカミミガメ、サガメ、スッポン、だから合計11かな、11種類取ることができました、はい、すごい、結構いい感じですよね、この時にしては、ね、しっかりいろんな種類が見れましたね。全然はい、全然って言っちゃった。両生類とかもたくさん見れましたね。そう、両生類ちょっと多かったんですけど、まあよく言えばもうちょっとヘビが見たかった、うん、俺は確かに、もう一種類ぐらいいたら、もう一種類ぐらいヘビ見たかったんですけど、はい、まあでもまあ春っていうかこの時期にしては結構取れた方なんじゃないかなって思ってます。結構まあレアなスッポンとか、あとまあ盛り上がるとかも結構レアなんで見れてよかったなと思います。ということで今回は、農家さんとコラボさせてもらったんですけど、農家さんも YouTube やられてるんで、もしよかったら概要欄の方に Twitter とあと YouTube のチャンネルのリンク載しときますんで、ぜひぜひ飛んでみてください。よろしくお願いします、はい、ということで今回の動画は以上で終わりです。ご視聴ありがとうございました。